こんにちは、いくこです、昨日友達と映画を見てきました。前に見たいなって言ってた映画で、埋め切らぬバカっていう映画なんですけど、自閉症の子供と、子供っていうか大人ですけど、と、お母さんの母と子の、年を取ってからどういう人生になっていくのかなっていうような、そういう映画で、ちょっとネタバレしちゃうかもしれないんで、まだ見てなくて見たいなっていう方は、ここで離れてもらってもいいんですけど、自閉症役の、塚地さんが、本当に自閉症の子の特徴というか、そういう雰囲気を醸し出していて、いるいるあるある、うちもそういう感じだったなっていうのもあって、で、言葉はあんまり出ないんで、片言のなんか人の真似をするぐらいの話し方のレベルだったんで、結構重い方かなとも思うんですけど、そんなに暴れることもなくっていうようなおとなしめの子かなっていう、それは母がね、一生懸命育ててしつけてきた結果というか、で、またその塚地さんの演じる中さんは面白いのが、毎日同じ時間にご飯も食べるし起きるしみたいな、そういうところもね、なんか自閉症の特徴を捉えていて、あるあるだなと思ったんですけど、うちの子はそこまで、きちっとしてないんで、でも朝もね、こうちゃんって呼べば起きてくるし、みたいな感じで、服をね、用意しておけば自分で着替えるしっていう感じでね、なのでやっぱり決まりというかルーティンみたいにしちゃうといろいろできるようになるのかなっていう、ただそのルーティンが壊れるとちょっとパニックみたいなね、うちはそんなこともないんですけど、この中さんは割とその時間通りに動くっていう風になってるので、なかなかね、ちょっとでも狂うと厳しいのかなっていうところも出てて、あるあるだなと思って、で、この母演じる加賀まりこさんがまたいい感じで、温かく優しいお母さんなんですけど、いつもなんか見守ってて、本当にね、ほっこりというかするんですけど、ただやっぱりこの時の、役で言うと、塚地さん、中さんが50歳の誕生日にぎっくり腰になるというそういうところで2人でね、バタッと倒れるんですけど、それでこのままだとね、共倒れになっちゃうよって言って、で、そうなんだよねと思って、私ももしそういう日が来たら、うちもこうちゃんが50歳とかになった時は、私も70、80とかになっちゃうんで、80とかですね、もう生きてないかもしれないな、となるともうちょっと早く何かしないとなとも思うし、なんかこういう自閉症の人とか子供を育てていくと、もう逆算して考えていかないと、スピードがスピードというかスケジュールが追いつかないというか、もうなんか日頃は発達がゆっくりめということで、焦らずゆっくり育てていくタイプなんで、なんか大きくなってきたなと思ったら、もう年齢が結構いってるみたいな、そうすると自分も年齢がいってるんで、焦るかなと思うんですよね。だから早めに人生の目標というか、そういうスケジュールを立てておいて、で、じゃこの子が何歳になったらこれができるようにしようとか、
この子が何歳になったらグループホーム考えた方がいいかなとか、そういう方向にもちょっと考えさせられる映画でした。ただうちもやっぱりなんか家にいてほしいなっていう気持ちもあって、まあでもそれは自分が寂しいからだと思うんですけどね、本人が行きたいなら別に自立してね、行けるならどこかのそのグループホームから会社に通うっていうのもありかなとは思うんですけど、まだ今は全然考えられなくて、なんかできれば最後までここの家にいてほしいなとか思っちゃったりするんですけど、そうなるとお世話をする人がいないんで困ったなっていうかね、誰かね、優しいお嫁さんでも来てくれればいいんですけど、まあそうもいかないと思うのでまあ来てくれたらいいなっていう想像だけしていたいかなって。だからこうちゃんをいい子にしてね、なんか出会いがあればいいなっていう感じもするんですけど、まあわかんないそこは、ただそのグループホームもすぐに入れるわけじゃないんですよね。あのうちの市町村というかね、まあうちの地域のその障害者施設というか、そういうところはあの、まあ、今ここに発達障害とか自閉症とかそういう障害の方が大体何人いて何歳ぐらいに何人いてとかっていうデータを多分集めてくれていて、でそこであの将来はこれぐらいの人数のグループホームが必要っていうかね、これぐらいの人数がグループホームに入るだろうっていう予想も立てて、あの次々とグループホームを作ってくれてはいるんですけど、やっぱりそこにいる人たちも高齢化で、でまあねずっと住んでるので若い子がすぐ入りたいって言ったところで入れない状況もあるし、かといってやっぱりグループホームをどんどん作るといってもお金も必要なので簡単なことじゃないんで、いろいろ難しいなと思うんですけど、まだうちの地元は割とそういう施設が頑張ってくれてるんでいい地域かなと思うんですけど、でもそのやっぱり場所によっては全然ねそういうところもなくって作業所もなくってっていうところもあるので、まあ、地域差がね大きいかなと思って、でなんかこの中に出てきたそのグループホームのまあ法人の方々があの出てきてたんですけど、なんかねやっぱり実際のそのホームにいそうな人、本当に優しそうで、人のためにその障害の人のために優しく接してくれる雰囲気を出す役がね出ていて、本当にあいそうこういう人っていう感じがしました。まあこの映画自閉症のねお子さんを持つ方とかそういう方はやっぱりちょっと気になるところかなと思うので、まあ、お近くで上映されていたらね見るのもいいかなと思うんですけど、まあ、障害に関係ない人だとしても、まあ、こういうね生き方をしている人がいるんだよっていうところを知ってもらうためにはすごくいい映画だと思うので、機会があったら一度ちらっとねサイトを見ていただいて、近くでね上映されていたらぜひ見に行ってほしいなと思います。たまたま昨日なんかレディースデーとかで映画がで安かったんですよ、すごく5、600円安かったかなと思うんですけど、なのでなんかこれしかも朝早く朝一で見に行ったんで、なんか10時ぐらいに映画終わっちゃってなんか友達とどうするみたいな
感じで、でもう一本ね映画見ちゃったんですよまあこれをねこれでちょっとしんみりしたんですけど、その後にあのご存知かわからないですけど、昨日何食べたっていうあのゲイのカップルの動画でもなんか深夜ドラマで有名らしいんで、見たことある方は見えるかもしれないんですけど、 その映画もまた良くて、まあ、ちょっとレディースデーだったんで2本なんか続けて見ちゃって、ちょっとまあ昨日は映画三昧の1日だったんですけど、その昨日何食べたもなんか本当あの西島秀俊さんとあのうちの西洋さんだったかなのカップルがね、なんか本当にねなんか男性同士なんですけど、なんか 恋心っていうかね、そんな感じでキュンキュンする感じで、なんかすごい可愛らしい、なんかやきもち焼いちゃって可愛い面白いという感じで、でその、まあ、昨日何食べたっていうところでいろんな料理が出てきて、まあ、そのレシピもねあの言いながらね、作ってくれる料理がいっぱいあったんで、あーレシピ控えたいとか思ったんですけど、映画館真っ暗なんで全然相談できなくて、まあしょうがないんですけど、でもねそれでなんかこううめきらぬばかりちょっと涙したところ、その、ね、昨日何食べたでちょっと笑うみたいな、うん、なんか涙あり笑いありのね一日でね、昨日はねお友達と楽しく過ごせましたで、なんか今日12月1日はなんか映画の日らしいので、なんか割引でなんか1000円で見れるとか、そういう映画館もあるらしいです。お時間のある方はぜひ見てみてください。なんかたまには映画もいいなと思った1日でしたはい、ということで、まあ、昨日映画を見てきましたっていう話でした。最後までご視聴ありがとうございました。で、なんか私 LINE 作ったんですよ公式 LINE 作ったんですよ。よかったらあの概要欄の方に貼っておきますので、あのなんかその普段のことでもなんかコメント欄には書けないけど、なんか相談したいことあるなとか、そういう人はあのよかったら LINE 追加してもらって、何でも気楽に話しかけてみてくださいということで、また会いましょう。ありがとうございました。バイバーイ。